お茶、おちてみお茶です。ブラックです。さあ、今回もセミニングレバープリスにしちゃっていこうと思うんですが、今回は今週絶対当てたい週間 FP ランキングね、やっていきたいと思います。今週も木曜日週間 FP 来てますよと。はい。先週だとね、CL、はい、とかも来てたんですけど、通常に戻ったって感じなのかな。そう、今回ね、珍しい選手が多くて、うん、初登場の FP とかもいるんで、メンバーだけ見るとパッと目渋って思うかもしれないんですけど、能力値とかがね、珍しい選手とかもいるんで、そこら辺も合わせてね、今回7名。あくまで面白い独断と偏見なんですけども、はい、今回ストライカー系も多いのかなと。多いです、めちゃめちゃ多いです。言った印象ありますね。はい、といった感じで、まずは第7位、アマーティという選手なんですが、この選手ね、面白くて186センチあるんですよ、うん。で、守備的サイドバック。この選手はフィジカルコンタクトが91あります。うん、で、それでいて、スピードが86あって、瞬発が83。で、しっかりディフェンスセンスからアグレッシブネスっていうのも87、85、90あるんで、ほんと体も強くてね、走力もあって、ディフェンス陣も悪くない感じなんで、で、守備的サイドバックなんで、スタミナが88っていうのはちょっと気になるんですけど、ガンガン前に上がっていかないんで、スタミナの部分はそんな気にならないのかなっていう感じなんで、ね、今週 A のね、守備的サイドバックっていう感じで、はい、3トップとか使うとね、守備的サイドバックの選手って欲しくなったりとかもするんで、この選手持ってて損はないのかなと。フィジカルコンタクトが91っていうのがね、珍しいんです。アーロン・ワンピサカもフィジカルコンタクト弱かったりとかするんで、 A なんで能力値もね、使うとき上がると思うんで、はい、まあ、そこら辺も期待したいかなと思うんですね。はい、そして第6位はマンチーニということで、マンチーニは1回ね、週刊 FP とかでも来ているんですけれども、そのマンチーニと比べてもね、今回ボールダッシュすごい勝ってたりとか、今回のが強いのかなと思います。90センチまずあるんですよ、マンチーニって。スピシュは結構高いです。スピード86あって、瞬発が83あります。で、本当ライバックで A だったらガチスカに入れても全然いいようなセンターバックで、ディフェンスエースからアグレッシブネス94、93、91、これでね、フィジカルコンタクトが95とか、ディフェンス系の数値が95あれば、めちゃくちゃ優秀なセンターバックになったのかなっていう気がするんですけど、さっきのアマーティ同様に、これも全然悪くないね、いいセンターバックなのかなっていう気がします。あとインターセプト、今回のはインターセプトつってますね。うん、そこら辺もいいのかなっていう感じで、はい、今週ね、もし調子いいセンターバックいなかったらこの選手、そうだね、全然使おうかなっていう感じしますね。ヘディング97っていうのもね、魅力的ですよね。はい、そして第5位はグエデスということで、この選手はね、ドリブル技術が高い爆速スパサブと、ボールコントロールが95あって、ドリブルが97あるんですね。スピード瞬発97、96あるスーパーサブ、ボールキープだけ82なんで、タッチが若干重いのかなっていう気がするんだけど、ただボールコントロール、ドリブルがこれだけ高くて、しっかりオフェンスセンスも86あって、決定力もね88、パスとかはそんな下手じゃないし、しっかりボディコンも90乗せてきてて、フィジカルコンタクトも全くなくはなくて79あったりとか、でキック力って90あるんですよ、うん、でミドルシュートもついてるんですよね。でスルーパスとかもついてるんで、なかなか優秀なね選手かな。であともう一個ね、すごいいいのが、ポジションエリアかなり広くて、前だったらねどこでも行けるんですよね、つけちゃえば、うん、なんでそこもかなり魅力的なのかな。普通に当たりですね、この選手。何気ねスーパーサブでスルーパスを持ってるっていう前目の選手、はい、特にウィングストライカーとかだといないんで、そこら辺でねかなり差別化できるんじゃないかなって感じがしますね。初登場ですね。はい、そして第4位はトゥーンストラという選手で、この選手めちゃくちゃ面白くて、キック力95あって、スタミナが95、うん、でアグレッシブネスが96ある、2列目なんですよ、 OMF の選手。そうで CMF とかでもいけるんだけど、キック力が95あって、しっかりミドルとライジング持ってたりとか、あとスルーパスとかも持ってたりっていうのがあって、ワンタッチパスとかワンタッチシュートっていうのはないんだけど、攻撃的な数値のオフェンスエース決定力は85、88あったり、守備系の数値もまあまあ高いみたいな。ただスピード瞬発とフィジカルボディコン、うん、まあ、ここの部分が若干低いんで、どういう風な感じになるのかっていうのはあるんですけど、個人的にはワンパかスパサブつけたいね。そうだね、つけたら結構化けるんじゃない、うん、そう、特にアグレッシブネスすごいよ、高さとか、これ OMF でこのアグレッシブネスの高さは相手にいてめちゃめちゃやだ、脅威だよねこれ、うん、だからまあ使用感によりますけど、前からの圧力みたいな感じで、はい、この選手でガンガン事故らせに行くみたいなことができそうですね。めちゃめちゃ面白い能力してるんで、ぜひ開けて使ってみたいかなと、うん、はい、そして第3位はラビオということで、この選手も一度だけ CS で登場してるんですけど、ラビオってね、使用感的にゴレスカに似てると思ってて、能力値もわりかし似てると思うんですけど、同じぐらいの身長なんですよ、ラビオとゴレスカって、うん、お互いフィジカルが強いみたいな感じ でしっかりインターセプトとかワンタッチパス、スルーパスっていうのを持ってるし、今回ラビオね、ワンタッチシュート追加されてるんですよ。ワンパワンシュースルーパスもちろんボックスボックス、ラビオね、相手にしててめちゃめちゃ足当たるなって印象がある。サブアカでいるんですけど、かなり縦パス取られる印象があって、
ってこの選手マジで厄介だなと思ってたんですけど、ボールも持ちやすそうだし、そう持ちやすいんですよ。スキルもねさっき言った通り優秀なんで、はい、この選手ね当たりライブアップで今週 A だったら持ってる人は本当使った方がいいかな。よくこの選手で、ね、取られてる印象があるんでね、本当欲しいですね。はい、そして第2位はケインということで、オフェンスセンス、決定力、カンストかつワンパワンシュー持ちのラインブレーカーということで、歴代最強ケイン爆弾かなと。毎回ねこのぐらいの時期になってくるとオフェンスセンス99、決定力99のケインとかね、はい、出てくるよということで、スキルも整ってて、シュート系めちゃくちゃ多い、シュート系も多いしちょっと言うんだったらフィジカルボディコンがもうちょい高いとかなり最高なんだけど、だ、ね、うん、フィジカルもっとありそうな感じもあるんだけど、そう9本ぐらいあるね、うん、オフェンスセンス決定力完走してる今週 A っていうのはもう問答無用に今週のエースストライカー張れるんじゃないかなと。ヘディングも強化されてるんですよ、うん、ラインブレーカーでワンパ持ってるっていうのがものすごいありがたいっていうところで、それでオフェンスセンス99、決定力99っていうのはかなりそれだけでねスタメンになっちゃうみたいなところもあるんで、今週当たったら使いたいね。強いよ。はい、そして第1位はレバンドフスキということで、もうずーっとねライブアップでがいい選手なんですけれども、うん、レバもねケイン同様にオフェンスセンス、決定力、カンストに加えて、レバの場合は全体的な能力値が高い、ほんと超万能なフォワードだなと、うん、この選手もね間違いなく今回の歴代最強レバ爆弾かなと。オフェンスセンス、決定力っていうのは1回来てる習慣もう完走してるんで、そこは変わらないと思うんですけど、他の数値だよね。そこなんですよ、そこがちょっとずつ強化されてる。あとやっぱりねフィジカルコンタクトとかも90乗せてきてるんですよね。でボディコンも87、どっちも高いのはこのレバンドフスキの差で、ケインはさフィジカル90だったけどボディコン75だった。そうそうそう、これがね両方高いとねめちゃめちゃうざくて、これすごいですよ、ね、レバンドフスキに反転されてシュートってめちゃめちゃあるんで、はい、ちょっとね今週ハリー・ケインかレバンドフスキ、はい、当たった方を使うみたいな感じでいいのかな。レバンドフスキはワンパとか持ってないんですけど、そこら辺はね差別化っていうところなんですが、はい、2枚のエースストライカーじゃないですけど、はい、今週はねテントリアがワンツーフィニッシュと、間違いなく当たりではあると思うんで引いてもいいのかなと。そうだね、能力的には最強のトゥルーに入ってるってなるとやっぱ引くべきなのかなと、はい、これはねラビオとかが結構欲しいんで、そうだね、皆さんもね、はい、ぜひ何が当たったとか、はい、そういうのがあればですね、ぜひコメント欄に書いておいてもらえるとありがたいです。このままゲームズチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。としょーさらっぽー。